アロハ、ルアマゴラ選手部の大木です。今週も、大木のおすすめアイテムをご紹介したいと思います。今撮影しているのが4月の中旬になります。いや今年はですね、もうすでにですねバス釣りを3回も行っております。まあ、全部仕事なんですけれども、でうち2回はねエリアなんですけれども、まあだいぶいい思いをさせていただきまして、で3回ともちゃんと釣れております。まあその中でですね、まあほとんどがインプレッション系の、まあ取材なんですけれども、でもインプレッションってとりあえず釣ればいいとかそういうふうに思ってません？結構考えるんですよ。持ってくルアーとかタックルとか前日とか結構悩んだりもするんですけれども、そうこの間ですね、まあ千葉にある大人気、まあ釣り堀というか管理釣り場の釣りパラダイスさんにお邪魔させていただいた時に、その時はちょっとダイワさんの案件だったんですよね。まあダイワさんの案件なんで、ダイワさんのルアーもちゃんと用意しておかなきゃなと思って、こうルアーを漁ってたら、あれこれなんか効きそうじゃねと思って持ってったら、ドハマりしたルアーがあるんですよ。それがこちら、スティーズアズロック。まあなんでこのルアーがドハマりしたかというと、実はインプレの前日から結構雨降ってて関東で、インプレの当日は雨が止む予定だったんですけれども、なんかずるずる長引いてて、結局開始したタイミングでもまだちょっと雨が降ってるタイミングで、まあ激濁りだったんですね。でうわーとんでもない激濁りだなと思ってて、でも、まあ、前日からその辺は濁るのは分かってたんでスピナーベイト効くだろうなと思っててガサガサ探してたら、あこれ効きそうと思って持ってってたのがこのスティーズアスロックなんですよ。スティーズアスロック、まあこれリリースされてからもう 2,3 年経つと思うんですけれども、まあなんといっても特徴なのがこれですよね。極薄のインディアナブレードで、まあこのテーパードワイヤーで、すごいんですよこれアピール力が。もうまあ投げて巻いて見てる時のキラキラ感もすごいし、実際に手に伝わってくるこのインディアナブレードのあれ攪拌力というか、あれ振動もすごくて超アピール力が高いです。おそらくまあこれメーカーさんでも歌ってるんですけど、まあ、国内のスピナーウェイトだったら本当トップクラスの、まあ、アピール力になってます。で実際に本当に使ってみればわかるんですけど、すごい振動が。なので本当に最適なロットだったら多分 G とかグラスコンポジットのロットとかが一番いいんですけど当日 M のタックルしかなかったので M でガンガン巻きました。まあやれたはやれたんですけど、で実際その濁ったフィールドで使ってみたら、まあバイトがすごい。しかもちゃんとかかる深いバイトが多いんですよね。このブレードが効いてるのはもちろん十分分かってるんですけれども、結構すごかったのがあれこのフックですよね。フックまあね、管理釣り場なんであれ返し潰しちゃってるんですけど、サクサスフックを採用しててしっかりかかるし、なかなかバレづらいです本当。まあ結構あれフックも最近ダイワさんこだわってて、サクサス系のフックはどのルアーにも結構搭載し始めてるんですけど、やっぱいいっすよね本当かかりは。このねハイアピールなインディアナブレードをあれ搭載するにあたって、このアームがすごい重要になってくるんですけど、これもテーパードワイヤーを採用してるんです。まあこの部分は結構強くて、ここの、ブレードに携わるこちらの部分はちょっと細めになってる。まあなんでかっていうと、まあこの均一にしちゃうとここのブレードの攪拌力を殺しちゃう部分もあるので、そこはがっつり考えられて最適なワイヤーの径にしてるなっていう感じです。かといって、まあ、ここの部分はヘッドの部分はあれ、まあ、障害物には当たっても強くなるように割と強めの設計にしてあります。いや本当に何でしょう、もうこれ本当使ってみてとしか、もう濁ってる時とか、あと風がガンガン吹いててザブザブな時とか、もうぜひとも使っていただきたいルアーなんですけれども、まあ詳細なる使い方は毎回言うのあれなんですけど、ぜひ、まあ、スティーズアスロックで YouTube 検索すると
ハシタクさんのスティーズアスロック道場っていう動画があるので、もうそこに使い方が全て書いてあります。でそこでまあやり方は見てください。まあ基本ボーター的なあれ使い方なんですけど、でそこで言ってたのが、まあおかっぱりの人にもぜひこれはおすすめしたいなっていうのがあって、それは何でかっていうと、昨今結構ビッグベイト流行ってるじゃないですか。まあ岸際を投げて、まあ、カクカクジョイントでこうあれ邪悪するというか、そういったビッグベイト流行ってるんですけど、まあそういう時に出ない時にこれにチェンジして違う強い波動を持ってくると食ってくるっていう、まあなんでしょう、そういう岸際のでっかい魚を取るアプローチのもう一つの手段として、このアスロックはめちゃめちゃありなんじゃないかなと思います。実際今回釣ったのも足際と岸際が大体ほとんどで、はい。しかもアスロックってまあ結構狭いスポットを何でしょう、強いパワーで反応させるルアーなので、かつこのインディアナのブレードなんでゆっくり引いてこれるんですよね。だからアピール力がめちゃめちゃ強い、かつゆっくり巻けるっていうところでしっかりバスをバイトに持ってこさせられるんですよ。まあ実際使ってみれば本当にこの威力は分かるし、このルアーはここしかないなっていうシチュエーションが絶対あるんで、まあまず持っておいて損はないというか、何かあった時にもうこのシチュエーション、この風ザバザバ激にゴリ、いやどうしようってなったら、まず第一にこれを投げてほしいルアーです。だがしかしですよ、今このアスロックなんですけど、メーカーホームページ全然載ってます。だがしかし、お店に行けど、 EC サイト、ネットショッピングを見れど、全然在庫がないんです。これはどういうことですか、大和さん。いやこれ絶対残しておいた方がいいルアーなんで、絶対廃盤なんてないですよね。いやこれはマジでこれしかない強さがあるんで、っていうかこれアメリカとかでも絶対売れるんじゃないのっていうぐらいいいルアーなので、いや本当廃盤にしないでくださいね。作ってくださいね、大和さん。もうぜひとも、なんでしょう、秋とか絶対ハマると思うんで、っていうかこの春、最近風が吹いて結構雨も多い時期多いじゃないですか。その時に在庫ないってどういうことですかって思うぐらい、ぜひすぐ再生産をお願いします。ということで、今回の大きな爆買いはここまでです。いやこの情熱果たして伝わってるのかどうかわからないんですけれども、いや本当にいいルアーなんで、もし眠ってる方いるんだったら僕に譲ってほしいぐらいです。はい、それぐらい気に入ってるんで、っていうか店頭にあったらマジで即買いですよこれは。はい、ということでここまでです。皆さん、バイナリー。